武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は近畿大学の医学部の入試について話していきたいと思います。近畿大学の医学部ですが、まあ、他学部はまた別の動画でやりますので、そちらを、ご覧になってください。で、まあ、問題の難易度が、近畿大学の、他学部と医学部ではかなり問題難易度だいぶ変わってきますので、基本的にはもう本当に別の大学のつもりで、やっていくように考えてください。で、まあ、医学部の方が全体的に難易度は高いという形ですね。で、そんな、近畿大学の医学部、まあ、どういう勉強をしていけばいいのかっていうところですね。まあ、ちょっと、特殊な問題とかも出てる、科目もあったりしますので、そのあたりですね。英語、数学、物理、化学、生物、そして小論文、自分が見たい科目を選択してください。